かの虫が知らせてくれたぞ。早速ガミに会いに行こうぜ。Of course you are。 なんだ、ずいぶん早いな。 Oh, hello。 まだ何も出てきてないぜ。さっき注文したばかりだからな。 Oh。 さ、座ってくれ。 Nice。 お前も座ってくれ。さて、湯飲みをくれるか。お、ありがとな。 What's with that look? おい、パイモン、それはそのまま飲んじゃダメだろ。このお茶は茶器をすすぐためのもんなんだ。ロール。え、そんなルールがあるのか。Oh, as you talk, piping hot dim sum, the dishes arrive at the table one after another. And just when you think that all the dishes have been delivered, the hostess bring over a generous bowl of seafood congee. What?これが俺らの食文化なのさ。俺もザオ茶を取ったら、だいたいいつも昼飯を食べないんだ。そういうことなら安心だぜ。じゃあ、オイラも全力でたくさんお腹の中に食べ込んでやるぞ。好きなだけ食べてくれ。足りなかったらもっと頼むからな。お、あと豚水もあるぞ。普段朝は食べないんだけど、せっかく二人がいるから一通り頼んどいた。お前は、oh. 味はどうだ。もう少し海鮮粥をよそうか。 Thanks。 おいらはおかわりだ。たっぷり入れてくれ。いいわ、多めでな。よろしく。 Everyone picks up their chopstick and begin to dig in. This dish tastes exquisite and is uniquely flavored. You slowly start to relax as you enjoy the pleasant conversation and over a satisfying meal. This goes on until even Paimon can't eat another bite. Kutta kutta. お腹いっぱいになったから、頭もよく回ってきたぞ。聞いてくれ、オイラの推理を。What? ガミンはオイラたちをこんな店に招待して高いものをいっぱいごちそうしてくれた。たった3人しかいないのに大きなテーブルの上がぎゅうぎゅうになるまで頼んでる。 Probably not。 つまりこいつは隠れた大富豪の坊ちゃんなんだ。そう考えれば説明がつくだろ。こいつが家の人に黙って外でこっそり友達をたくさん作ってることとか。まるで行く秋みたいだな。おい、行く秋のことを知ってんのか。本当に知り合いが多いんだな。荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだ。ま、自分の目と耳で判断する必要があるけどな。嘘か本当かは。で、最終的には自分で確かめに行く。ま、これが一番重要でもある。ほんと、何でもできちゃうんだな、ガミンの坊ちゃんは。うん。そう茶化すなって。それに誤解してるぜ、俺んちの状況を。こんなに理論立てて推理したのに。俺の親父はごく普通の商人だ。茶葉に関する商売をやってる。飛運商会とは比べ物にならないさ。親父は俺に家業を継がせて商売でモラを稼げるようになってほしいってずっと思ってんだ。でも俺はそういうタイプじゃないし、そういった。 No lie, I kind of wish they put like the star whale mouth, you know. Oh, Gaming always seemed to be happy and carefree. This is the most serious I've ever seen him. This topic must be very important to him.もちろん話したさ。十部劇がやりたいってな。俺の十部劇をテイワットの全ての人に見てほしいって。でも親父に言わせればそれは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしい。そんな。
多分時間が経てば現実を理解するって親父は思ってるんだけど、俺はずっと十部劇の稽古に打ち込むことだけを考えてきた。ある日親父が俺の人脈を作ろうと他の茶匠のとこに連れて行こうとしたことがある。ただ俺は断ったんだ。それで大喧嘩になってな、あとちょっとで手が出るとこだった。で家出したんだ。頭に血が昇って、それっきり一度も帰ってない。早合点しないでくれよ。俺だって自分が全部正しいとは思っちゃいない。いや、こういうやり方は良くないか。でも親父もすごく頑固でな、俺がいくら真剣に説得しても親父は。 Hey man, it's been a while. I wouldn't be surprised if he changed already, you know? And he's older too, so. それ以上話しても無駄だと俺は思った。だからまずはリーユエコーで自分を鍛えて結果を見せようと考えたんだ。ゴミ。でも現状二人も知ってるように十部劇はリーユエコーであんまり人気がない。前に一軒ずつ店を回って上演しないかって聞いたんだけど、ほとんどがトローに終わったよ。それに夢を語る前に少なくとも飯は食わなきゃだろ。だから表紙の仕事に就いたんだ。今じゃ十分な稼ぎになってる。自分を養えるほどな。変化を求めるには時間が必要だ。ゆっくりと進んでいくしかないのさ。そっか、その気持ちわかるぞ。ま、もうやめにしよう。この話はお茶も冷めちまいそうだ。さて午後は何か面白いことでもしないか。俺が準備するからよ。 What are we doing? ごめん、オイラたちこの後。 Oh yeah, we're supposed to meet mom. But mom タコ教室に参加するって約束してて。え、あれ、ガミもタコ作りに興味があるのか。いや、カウンおばちゃんとは知り合いなんだ。え、Auntie? Zuan Yun? Auntie is no way to address the mighty and illuminated adeptus. Gami was Shotai or Shirana in Janaiko? Sendin Dutton was Terze. Mine goes all to Niatena. Demo Saikin Konomachini Kostekte, Namai or Koyota, no. Tamani, Chibun no Shotai or Ukari Barasterkedo. So Yabo.この間俺んとこに来て蛍光染料について聞いてきたな。またまさかタコに使うつもりなのか。あの蛍光染料、is it bad? 何かまずいのか。ああ、タコの素材紙に使うのと布に使うのとではわけが違うんだ。おばちゃんなんで言ってくれなかったんだよ。あいつって時々そういうとこあるもんな。みんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ。配合を調整しないと。I wouldn't be surprised for a machine instead of the kite, but you never know. A cloud sea appeal, a brilliance reveal. It rhyming. Oh.Hello. You're not gonna panic. ちょうどミントオイルを持っている。使ってみるか。これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。失礼。Oh.You see Shena take out a small green bottle, extract some minty smelling liquid, and apply it on Ganyu's horn. Yao Yao and Paimon look in shock, mouth agape, and cannot stop her in time.
Oh, she's awake. Miro,聞いたぞ。目を覚ました。カウネーネ、大丈夫？お水飲む？何か口に入れて調子を整える？ What did he even do? 大丈夫です。ただ全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか？あ、寒気、寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しいって言ってたし、逆にカウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉ちょっと使い方が違う気がするぞ。少し良くなってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか。カーンはそうなることが多い。主も万民堂の店員になれば毎日10時ちょうどに退勤できる。そういうわけには。おや、すみません、私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが、こちらの方は。俺のことか。俺はガミン、氷局の表紙だ。ガミンさん、その名前には覚えがありますね。総務士の人から聞いたことがあります。仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。No, like the song and the voice is so sleepy mode. こちらは新宅で、この子がヨーヨーです。Yo, よろしくな。So why is Yao Yao here? そういえば、みんなカウンおばちゃんのタコ教室に参加するのか？タコの作り方を学ぶんだよな。我はそうだ。タコ作りもタコ揚げも、どちらもしたことがないが、師匠が教えてくれるのなら、我は学びたい。ヨーヨーも、お友達と一緒にタコ揚げの大会に参加したいんだ。それに、自分で作ったタコの方が思い出になるでしょ。お前のお友達は来ないのか。ナナはね、ここ数日、白先生と一緒に忙しくしてるみたい。だから最終日に会いに行って、びっくりさせようと思ってるの。At least Chi-Chi has a friend. そうそう。今日は包帯とお薬を持ってきたんだ。竹串をいじってると指を切りやすいからね。備えあれば憂いなしだよ。お、気が利くんだな。私は、その、皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。もともとは出来合いのタコを買って、解凍祭当日に、皆さんと一緒に町の賑やかな雰囲気を楽しもうと思っていました。ただ龍雲神君はいつも私たちのことを気にかけてくれています。自分のことよりも私たちのことを大切にしていて、一番いいものを常に持たせたいと考えてくださっているんです。ですから龍雲神君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いな。でこんなに話してるのに当のカウンはどこにいるんだ。まったくこらえ性がない声でわらわら言うのは誰だ。おいらさん、中で近魚焼きをたくさん買ってたんだ。みんなで分けて食べよう。Are you part of the quest? Oh dear. Well, God knows who that kid is. 一番賢くて一番すごい。誰よりも綺麗なセミだぞ。おいらの分もあるよな。She's having none of your shit. Cloud Eternal set down her bags while Shu Yu hands out the grilled fish. As everyone begins to talk, lively conversation filled with usual tranquil environment on the mountain. うまいぞ。おいらの人生幸せだ。
menu? Monster when it comes to food. Let's see, the students are quite a lot. Let's divide it. Everyone, find your partner. The ingredients are all here. The regular ingredients and the special ingredients are different labels, so you can take them as needed.タコ作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだ。何か質問のあるものは？おいら食べるのに夢中で聞いてなかったぞ。ああ、you can just help。いつも頼りになるぜ。I'm gonna smack you。ありがとな、旅人。わらわは木陰で休んでおる。何か困ったことや話したいことがあれば。いつでも声をかけるとよい。急いで作り始める必要もないし、まずは他の人の状況を見てみようぜ。Isn't Gaming supposed to say something about the die? No? Yo. ガミお兄ちゃん、一緒に作らない？え、俺も作るのか？染料を調整するだけだと。てっきり思ってたが。Just help the kid out。タコに興味ないのか？お前らしくないな。いや、そういうわけじゃなくてだな。ただ、簡単には説明できそうにない。ま、俺も作るとするか。そうだな。なら、蝶々がいいかもな。Butterfly symbols the desire for freedom. Perhaps that's also what Gaming is searching for. そうだ。双玉はどんな絵柄がいい？ゲージュがいい。そっくりに作るのは難しいんじゃないか？挑戦してみたい。だってゲージュ可愛いだもん。よし。じゃあそれにすっか。ガミお兄ちゃん。私が色塗りを担当するね。あ、じゃあ俺が骨組みを作るな。Who is this random ass NPC? I don't even know. What? その神格。次からはもう私の角に何かをなったりしないでくださいね。うん。すごく敏感なところなので。なるほど。すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度触ってもよいか？今度は何もつけない。カーン先輩の角の出触りがかねてから気になっていたのだ。え？私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カウンの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。よし、では次から額に塗るのはどうだ？今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。そろそろタコを作りましょう。後でユンシン君が進捗を尋ねてくるんですよ。 What's Yao Yao doing? そうですね。 Just for the medical stuff? 一番伝統的な模様にしましょうか。うむ。カウとシンカクって仲がいいんだな。邪魔しないでおこうぜ。What? No, I'm gonna disturb them. Ayo, ayo. ツバメ飛びなら曲がった竹串が結構必要になりますね。あ、折れた。ロール。ゴー。 Oh, that's crap. Oops.How is you two? What are you two talking about? Ryu, おばちゃん、ほら見て。Oh. こんな感じ。悪くない。骨組みがしっかりしておる。
この模様はもしや山柄か？そう。ついついつい。完成を楽しみにしておるぞ。ヨーヨーはタコを何色で塗るんだ？まだ決めてないんだ。青山柄ならヨーヨーのお友達に似てるけど、金色だとヨーヨーに似てるから。How about we? わらわの意見を言うのであれば、金色を勧める。贈り物なら相手の好みを考えることが大切だ。ヨーヨーの友人はヨーヨーに似ている山柄のタコを欲するであろう。まだ誰にもナナにあげるって言ってないのに、竜おばちゃんはなんで知ってるの？エクスポーズだから少しばかり経験が豊富なのだ。うわあすごい、竜おばちゃんありがとう。じゃあ早速髪に色を塗るね。うむ、わらわはそばで見ていよう。お前たち、わらわよりのんびりしておるが、タコはもうできたのか？トゥトゥルー。 いやいや、もうすぐ完成するぞ。 You see nothing。 行こうぜ、オイラたちもタコを作ろう。 タコを作れるようになったら、 ユエグエの、 Ooh, I wanna see that。 ユエグエ on。 リュウおばちゃんがくれたユエグエ、 ヨーヨー大好き。それはよかった。うん。cute。anyway、let's start making one。まずはどんな形のタコを作るかだよな。おい、なんで急に一人で笑ってんだよ。Isn't it obvious? It's a Paimon shaped kite。まあ、なんとなく予想してたけど、オイラのタコなら。お前が道に迷わないように、それから途中でうまいこととか面白いこととかに出会えるように見守ってやれるぞ。でもそれだけじゃちょっと芸術的な加工が足りないような。うん、よし、ここはもっと思いっきり行こうぜ。パイモンダコの意味はズバリガーディアン、エンジョー、旅人の守護神。Okay, you build a kite frame according to Cloudiness. Can I have that? 次はどんな表情にするかだな。タコって空を高く飛ぶもんだから。Please with yourself, afraid, guilty about something. Nah.Yeah, sure. Why not? 決まりだな。早速作業に取り掛かろうぜ。How is it? Is it good? やっと完成だ。モデルのオイラがちゃんと可愛いおかげで、パイモンダコも悪くないな。糸を結びつけるだけか。みんなこちらに集まってくれ。ん？お、カーンが呼んでるぞ。But okay, I wanna see. Hello? さあ、わらわに見せてみるといい。カーンネーネと神格ネーネのタコはツバメ飛びなんだね。すっごく綺麗。うん、色も。Damn, the NPC got a freaking dragon on the helmet. Gaming, what the frick? あれ？よく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカオが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか？そこは我が塗った。じっと髪を見つめながら思案していたが、師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった。
鶴の姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうか。うん。人間の姿を前にしても、うん、青と白の混じった色合いのみが思い浮かんでしまう。おみん。そう言われるとオイラまでそのイメージが目に浮かんでくるぞ。そうであろう。それでいっそのこと目を閉じて記憶に導かれるままに筆を動かした。マジかよ、目を閉じてても絵が描けるなんて、これぞ仙人の弟子ってやつか。わらわを思う神格の気持ち嬉しく思うぞ。ガミンさんと双玉の芸術のタコはとても凛々しいですね。Oh, that's a swan meme. Okay. I didn't know that. I thought it was the fish one, but I believe the fish was like a sea swan.中無人なこの感じ、よく描けておるではないか。もう大会で優勝を勝ち取ったって感じだね。遅かれ早かれそうなるしな。あ、What that mean? あれは軍玉角でしょうか。あ、Who? Why?I tend to abuse the dead nimble drift path to everyone's feet. Oop. よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々とタコを。なかなかの度胸だ。Ooh. しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝ったまの持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けている。わらわはすぐ戻ってくる。しんくん、旅人さんにパイモンさん、竜しんくんについて行っていただけませんか。What? 師匠大丈夫かな。いえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。 That makes sense。 前方に雰囲気があるぞ。 Oh, yo, then we can put in the Nice.You okay, girl? タコの持ち主が無事だといいのですが。It's fine. タコの糸か。いってらっしゃい。道中気をつけてね。Thanks.師匠はきっと手加減するはずだ。心配しなくていい。OK。Yo! 師匠のことよろしくね。I have a feeling you're part of this story quest. I don't even know who you are. Let's go! Do you make this drift for me, girl? Thanks.It's going down? Oh, we're at the other mountain. Bop. Hmm. Fontaine no Karakuri Sochi wa jitsu ga fukai. It's the NPC. Do suru no da? Skoshi ki o sorashita aida ni tako ga mie naku natta zo.そう慌てる必要はない。最後にタコを目で追ったとき、どこへ向かったか覚えておるか。奥蔵さんの方に飛んでいったはずだが、まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。Well, you two are dead. 今頃、龍雲は町で弟子の世話をしておるか。道府にこもって研究に没頭しておるはず。タコに気づくわけがない。
しかし風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば。 Why are you in your NPC form? Just be your deer form and... お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。 Look, it's a non-NPC. だから言ったであろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。リスギ、黙って何か気の利いたことを言え。 Are you talking telepathically? What the hell is going on? 黙ってこの場を離れるのが得策であろう。さっさと行くぞ。一時的に忍べても長くごまかすことはできぬだろう。そもそも我々の正体が見破られているのではないか。あの、タコを受け取ってこい。無理だ。お前が受け取れ。それは我々の。Does she know? Or does she not know? そうですか。仙人の勘が外れましたね。ああ、なんと仙人様でいらっしゃいましたか。これは失礼いたしました。仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。What the fuck are you saying?その通りです。我々は、What the fuck you get it? 眺めていただけ。ああ、み。そう。ミントの鑑賞をしていたんです。Fucking clowns。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。やっと追いついたね。成長になったか。Time to double expose。Yep, there goes Paimon. She... Yes. Yes, you did. Kamawanu. Stari no shotai wa tokku ni wakatte otta. Tada doko made engi o tsuzukeru tsumori ka mite ita kotta. Oh, she does know. She just played along.That's nice. 怒っていないのだな。二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないであろう。属性のものが新鮮に映るのも理解できる。祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。せっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだ。Then. しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない。故に良いタコを作るのも至難の業で、手っ取り早い方法を探すしかなかった。龍雲の仕掛けの術といえば、上では風と雲を操り、下では波をも呼び寄せる。この世で危険を許さぬその妙義を我々はよく知っておるぞ。I kind of hope in the future they will make an actual design for those two. You know? 二人ともまた後日会おう。But they, I think they got the color scheme down, right? Just. What the fuck, girl? Yo, how are you two? Kimo, he has Tana. Tokoro de Takuanya, what do you do? More Yamiruka. Just play with it.場所を変えればいい。ならば、お前のところであげるのはどうだ。かなり広いだろう。それは両腕だ。What? Wait, which one is this mountain? This is... Isn't it this? Isn't yours bigger? Bro, what? Okay, oh.So...There's no way to go back up. Son of a... Greater teleportation! Oh, where's the rest? They went home? Yo yo. Mo, it's a little bit. Ah. Ah.
方たちが離れた後、ヨーヨと総玉は箱を上げに行ったのですが、しばらく遊んだら眠くなったようです。あ、ごガミン。それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいまして。だが彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できなかった。お？ガミンは何て言ったんだ？タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって、所詮は糸に操られてる。本当の意味で自由に飛んでるわけじゃないんだ。と言っていた。この言葉を口にした時の彼は寂しそうな顔だった。確かに、ガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします。Perhaps he sees himself reflected in them. 自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、我にとって糸はとても大切な存在だ。それは大切な人との絆を意味する。それから、深刻？そのつながりはとても細く、遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ、我は帰るべき場所を失ってしまうだろう。主の言うように、ガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、なおさら理解に苦しむ。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。これもよくあることです。辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じように。ええ。だからこそ、お互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り。How do we get here before you? ただの雑談だぞ。情報も聞き逃さないんだな。おい、そりゃどこ行ってたんだ？ふん、少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休養がなければ残って食事をとっていくといい。リュウンシン君の手料理をいただくのは久々ですね。うん、心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。Well, we will take up on that offer. 神格、カン、ついてきてくれ。なんでこそこそするんだよ。あ、まさか、二人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないよな。Of course you No! 料理を運ぶなら、俺たちも手伝うぞ。What? I'm confused.Where? Oh. Oops. Oh, GG. Oh, look, it's the yellow bar. Oh, dear. It's been a long time. One swim with blue bar. You wait outside Lovinator's abode for a few moments. Yo! Nice.I'm sorry, Shenhao won wins for me. Ashi ni kaze ga atatte samai desu shi, nanda ka hazukashii desu. Kami kazari wa chanto tomerareta deshou ka? Deru mae ni Ryuun Shin-kun ni mou ichido mite moraeba yokatta.You seem to like it. You look great. You even got time to pose. Good for you. 当然だ。リーユエで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカーンは最近何色を好んでおる。最近の好きな色？どうして急に色のことを？我は黒が好きだ。
うむ、わらわが手塩にかけて育てた弟子だけあって、わらわの感性を受け継いでおるな。汚れが目立たない黒の良さを。Oh, true. That's how I usually work, especially with me. 私は黒と青、どちらも好きです。その素材、着心地も悪くないだろう。はい。タコだけでなく、こんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて。お心遣い、ありがとうございます。師匠に感謝する。お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。Sit down and enjoy food. What's that? カオンは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金カニだけど、衣はサクサクで、身には甘みがギュッと詰まってたぞ。たらふく食ったぜ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたら、きっとオイラと箸で戦うことになってたからな。You chance him. ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。せめて夕げを馳走したかったのだが、仕方がない。今度檻を見て、あやつに礼を言うとしよう。龍雲神君に認められる人物なんて、そういませんよね。わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける意図から解放されたいようだった。意図、それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。わらわがついていけぬとは。え、ほこ。説明したら、あ、カーンはガミンがお父さんとの関係で悩んでるってことは知ってるか？家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ、家出してから一度も帰ってないんだ。何？そのようなことがあったのか。ことの始終を詳しく聞かせてみよう。話していいのかな。Well, 別に怒られないといいけど。パモン tells Kawinta everything she knows about the fair situations. これは放ってはおけぬ。ん？怪盗祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日、裁縫師を探していたとき、深淵大将ミヌのことを思い出した。What's that? あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな。生地の剪定や色の組み合わせ方、服を着る者の気品を際立たせる飾り。Gonna use that as an excuse to go there, I guess. 造形があった。仙人の集まりの場で、バツナンは我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は、華やかな見た目と。 Oh, isn't that the Yakshas? Bonanus and Menogius? Isn't that? ミヌの考えを探ってみたのだ。すると、裾がなびく姿こそ、仙人の気品を感じさせる霊視だ、というのが、あやつの持論だった。衣装や装飾品に対するミヌのこだわりは、テイ君さえお手上げなほどであった。その後、話が脱線した。つまるところ、わらわが言いたかったのは、怪盗祭は団らんを祝う祭りだということだ。まだ手を打つ時間はある。問題があれば解決するまで悔いを。I have a feeling it might go there, so. 諸行無常。苦難や不測の出来事は、招かれざる客人のごとく無情に訪れるもの。まだ若いうちは可能なら避けて通った方がよかろう。言ってることはわかるけど、龍神君、何か案はあるのでしょうか。
ふむ、戦術を使うか、いな、仕掛けの術。こたびの状況では出番がなさそうだな。我に何かできることはあるか。そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして、して皆はどう思う。あ、No, I don't know what the plan is. 絶対成功させような。わらわの計画が成功しないわけなかろう。ではおのおの準備を済ませ、2日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息を取るといい。 It's always 2 days, man. It's a nice shot. Okay. Well, see you in 2 days. Good luck.